どうも皆さん、ドクター科界生手のあかねです。よし、来ました。ラッキーセブンということで、まあラッキーセブン全然関係ない内容なんですけど、まあ7本目ってことですね。1週間皆さんよく頑張ってくれています。見てくれてありがとうございます。引き続きですね、1週間。よし、1週間来た。折り返しはまだまだ遠いですけれども、私も頑張りますんで、みんなも頑張りましょう。12月の間、絶対大事な時期ですから、諦めなければいい結果が話す。来ますからね、ぜひ継続していきましょう。 で、今日の内容はですね、はい、こちら第29回のですね、午前の25番の問題です。人工動態統計の話です。人工動態統計。まあ、前回、昨日ですね、人工ピラミッドの話、いわゆる人工生態統計で、まあ、人工関連なんですけど、人工生態統計の話、結構しましたけれども、今日はですね、人工動態統計のところを行きたいということです。まさしく、人工動態統計って、え、何が含まれるんだっけという、至ってシンプルな問題でございます。はい。 ABCD それぞれ動画を必ず止めてね回解答できるかなっていうの自分のことを確認してからですね続きを見るようにしましょう。 でこの内容はですねはいこちら衛生公衆衛生学シリーズ今8本ぐらいでし出しますかね8本出てるうちの、まあ、4本目の動画でですねがっちりこの人工動体についてお話をしていますので、まあ、ぜひここの内容ですねああまだやってないっていう人はまずこちらの衛生公衆衛生の4番の動画を見てから今日の動画を見てもらった方が、まあ、さらに理解深められるし広げられるんじゃないかなと思うのでまずはこちらの動画ねカードも出てますんでぜひこちらの動画を見るようにしてください で今日はですねじゃあ人工動態はどうかっていうのはこの動画見てもらうと分かるんですけど確認程度にですねまず人工動態のことを見ていきます人工動態に含まれるものはまさしく今回の回答ですけれどもはい1個ずついきます出生生まれる死死亡死産 婚姻離婚離、まあ、こういったものがですね人口動態統計の中に含まれてきます意外とですねまあ婚姻とか離婚とかがまあ選べなかったりするんで、まあ、出生に関わるところということですねえ結婚と離婚というの婚姻と離婚というのもですね人口動態の中に含まれますよということを必ず頭にねもうリマインドチェンジ入ってない人は必ずリマ,マインドチェンかマインドチェンジして頭に入れるようにしましょうでちなみに人口動態統計は誰が行う統計調査でしょうか っていうとですねこれは、はい、保健所が主に行う調査ということになりますので、まあ、ここもプラスアルファでですね再度確認あそういえば保健所だったとすぐに保健所市町村とかね迷った人はですね必ずこれは保健所だよと人工動態統計調査を行うのは保健所だよということをですね絶対頭に入れておきましょうさっきのですね衛生公衆衛生見てもらうともうこの内容はバッチリなんでここさらに広げてもね同じこと話しても仕方がないので今日はですねここに関連しましてまて死亡 ここをですね一緒に見ていきます乳幼児死亡、まあ、人工動態といえば死亡が関係してきますのでまあその中でも乳幼児死亡というといろんな言葉があるんですよね乳幼児の死亡といっても実は時期によって 死産産っって言ったり、周産期死亡っっっっっててて言言言たたり、り、早期死死死亡って言ったり死亡亡のの前にでですすね、ね。別の言葉が入ってくるんです、ね、死亡は死亡なんだけど確かに乳幼児死亡の一つなんだけどもっと細かく時期によって分けられるよということがありましてそれをパッチリですね、説明できるようにならなくてはいけないわけです今日はそれをね一緒に見ていきたいと思いますただこれを見る前にですねちょっとワードの確認ですはいこの4つのワード全て説明できますか妊産婦妊産婦ってどういうそのことを言いますか まあ、ともちろんもう妊産婦だから妊婦さんなんだろうなと思うんですけど妊婦さんだけなんでしょうか。幼児乳児といえば血のみご 幼児どれくらいの子供のことを乳児幼児と言うんだろうか新生児と言うんだろうかこの4つもですね必ず説明できなくてはいけませんでは見ていきましょう妊産婦と言いますとこれは妊娠中は当たり前ですもう妊婦妊娠妊娠されてる方っていうのはすぐ分かりますただ意外とこのですね出産後1年未満の女子も含まれるっていうのがですね頭から抜けてたりするので妊産婦ですから妊婦だけじゃなくて産も入ってくるので産ま生まれた後もです産んだ後もですよ出産後1年未満 1>, 1年以内はですね妊産婦のお仲間入りになりますので妊産婦とくれば妊娠している妊婦さんだけじゃなくて出産後1年未満の女子も含まれているよということをですね再度確認しましょうで次に乳児はといいますとち、まあのみごですから、まあ、1歳未満ですねち、まあのみご1歳未満が乳児ですで次に幼児はといいますと、まあ、乳児より大きいわけですから、まあ、満1歳満1歳から、まあ、小学校に入る前までこの子たちは幼児といいます小学校に入る前まで 1> まあ1歳から小学校就学前まで。就学したらですね、これは幼児じゃなくなってしまうので、幼い子供というのは、まあ1歳から小学校に入る前までということになります。で、最後に、新生児はどうかというと、まあ、新しい、もう生まれたての子ということになりますので、まあ、出生後28日未満の子供をですね、新生児と言います。まずこの4つの言葉、確認しましょう。じゃ今のことを踏まえてですね、この乳幼児死亡、それぞれ見ていきます。で、このイラストの通り、図の通りですね、まあ、妊娠12週、 ーてね、出生しましたで出生からワンウィーク全部ウィークっていうのは一週週間ってことです。一週生まれて1週生まれて4週そしてイヤー1年ですね生まれて1年ということでまず一番は、えー、妊娠してから12週から出生生まれるまでに、まあ、死んで亡くなってしまった死亡というのを何というかってことなんですがこれをですね死産と言います。 丸一番のこのこ範囲ね死産の範囲をですね絶対に覚えておく必要があります。12週妊娠12週から出生までの間に生まれる前にですね亡くなってしまった場合これを死産と言いますじゃあ次丸二番ですねじゃあ妊娠22週12週よりはねさらに10週進んだ後二22週から出生から1週間以内この間つまり本当に生まれる前後 もうお産のの、ね、前後とというここになりますすででれをですね周産期死亡、まあ、生まれる周りってことなんで、まあ、22週から1週間の間の死亡というのは周産期お産の前後ということで周産期死亡ということになりますで次に丸三番ですねピンク色出生してから1週間以内に死んでしまった亡くなってしまった場合っていうとこれはですね、はい、早期新生児死亡ですねで番は一、まあ、週 4週以内ですね生まれてから4週の間で死んでしまった場合これを新生児死亡と言います新生児っていうのはさっきも言ったように4週未満の、ね、子供のことを言いますのでその期間のその期間で亡くなってしまった場合はそれは新生児死亡でそれを1週間一週間でねさらに絞った1週間の場合だと、まあ、早期に早期という言葉が入ってきますよとそして最後丸五番はですね出生してから1年以内にね死んでしまった場合これがですね乳児死亡ということになります 乳児というのは生まれて1年未満の、ね、血のみごのことを指していましたので、まあ、その子たちですから乳児死亡ということでこの水色の範囲で生まれてから1年以内に亡くなってしまった場合それは乳児死亡としてカウントされるよということになります、まあ、ぜひこれはですね一緒に自分でイラストを描いてこの図を皆さんも自分自身で書いて必ず活用できるようにしましょうはいここでですね今日はプレゼント企画用の合言葉が入っています合言葉っていうかなんだキーワードが入っています今日は M です 英語アルファベット M がえ今日のアルファベットです。必ずですねメモするようにしてください。ということで最後問題に戻ります。はい人工動態動画やこれはもう簡単ですよね。これはもう衛星構築衛星の丸四見てもらえば大丈夫なんですけれどもまあ、答えとするとえっと C が回答ということになります。でさらにここで確認した方がいいっていうのはですねまあ、出生今回この動画では脂肪をね 乳幼児の死亡についての死産だったり周産期死亡そういったことをですね確認しましたけれども、まあ、出生について 広げるとするとととす合計特殊出生率という言葉純再生産率総再生産率これらの言葉を説明できますかっていうのをですね再度自分に解いてもらって説明できない人はですねぜひですねまた衛生公衆衛生丸4でですねこの範囲の話をしていますのでぜひこの内容を詰めるようにしてくださいこの動画ではですねさらには話をしませんので必ずですねこの出生率のこと説明できない人はこちらの動画衛生公衆衛生の動画を見るようにしてください ということで、それでは今日はこの辺で、まあ、Apple ストアでスターハ h d h もありますので、そちらもぜひご活用ください。それではまた明日、頑張りましょう